はい、こんにちは、カズボーです。風来の試練続きやっていきたいと思います。ですね、今回ですけど、ちょっと待って、ね、これ、これ全部識別しなくちゃ嫌だよね。どれがどれか分かんなくなっちゃったじゃん。ガイワー先生がなんとかって言ってたんだよ。こんだけあれば、ジルコニア。これが、呪いよけだった。ガイバラ先生が。竹林の村だけ山頂の町か。でも、このまま行ったらまずいもんね。竹林ぐらいだったら今の武器だったら余裕で勝てると思うから、うふう、ここもなんか変わってるかもしれないよね。全クリ後なんですけど、一切本当だと黄金のコンドルも、あの黄金鏡も、そしてわしの願い事は占いがちゃんと当たることじゃ。ぬぬぬぬぬぬ、たまたまじゃねえのって思うけど、あ、お金がない。そっか、なんだこれ。神は細部まで宿りたもうというけれど、私には身近に感じている小さな思いほど届かない気がしてるんです。武器を鍛えていけばいいよね。だから、いらないの売って、所持金置くかね。まあ、そりゃそうなんだけど、なんかいらないの適当に売って、すげえの売ってんじゃん。だってあれで鍛えられるもんね。これ倉庫だよね、絶対ね。また書かなくちゃないの？倉庫でしょ、これ。これ倉庫だったよな、違ったっけ？そうだよね。あれ？あ、違う、違う、これ火薬だ。火薬って書いたやつだ、これ。で、これが、あ、待て。これが回復か。名前書いとかねえと忘れちゃう。回。でしょ。で、ここが、保存だ。で、一時しのぎとか身代わりとかだよね。これが身代わりだ。なんで識別されてねえの？身代わりでいいや。これが身代わりだ。身代わりで、一時しのぎ。金縛りとかだったよね、これ確かに。あれ？あ、そこ置いてねえのか。メッキ錆びないから別に。力上がったところしょうがねえのか。呪いよけなんだよこれね。まあいいや、行っちゃ。あと誰かなんか言うのかな。俺の願いは強い男になることだ。あのサンドガサの野郎と戦って分かったんだ。俺は強そうなだけで実は弱いと。黄金のコンドル綺麗だったな。夕日に照らされてキラキラ光ってさ。思わず見とれちゃったんで願い事に祈るの忘れちゃったんだ。うおー。かわいそうに。ささやかなもんだよ。まあとりあえずなんつうか嫁さんをもらうことだな。しかもエレー可愛くてよ。しかもエレー美人でよ。エレー頭良くて、そんでもって。
理想が高えな。でも理想高く持つのはいいんじゃない？別に誰、だって悪い、悪いってことはないもんね、そんなの。あ、お金。そうだ、武器鍛えるって言ったのに、まあいいや。大丈夫だ、こんだけ強いから、だって無双できるもんね、ほとんどね。いっちゃえ。レベル1なんだよね。ということで、ガイバラ先生が危ないって言ってた。ここで本当はやられんだけど、武器が強すぎるせいで勝てるから。普通にさすがに2はまずいけどね。これボタンの音なんか聞こえてるみたいね。ああ、あ、あ、焦ったー。いきなりあれ終わってたよな。焦ったー。怖い。もうガイバラ先生に今回会いましょう。銅タヌキって強いよね、案外ね。だけど今の武器が20までいってんですよ。ほぼ無双できんですよね。跳ね返すんだ、すごいね。まあ、持ち込みゼロでいけっての多分あんだろうね、そのうちね。ここに識別使えばよかったんだけど、識別解けるっていうのが意味わかんないんだよな。焦った。可愛い娘がいけよ。音で直してあげたんだよ。でなんとなく照れくせえからそのまま立ち去っちまったんだけど、ちくしょう。あいつ道塞いでくれておかげで助かったね。そうか。だから何の指輪かわかんねえんだよ。こう。合成？オリューはいいよね。いつの間にかいなくなっちゃうんだこの子。先生の前に武器鍛えて合成があるんだ。そうだね。なんかどうなってんの？先生が、先生がって言ってたけど。あ、試練さん。
貝原先生が壺に必要な土を取り、洞窟に潜ったまま帰ってこないんです。いつもだったらすぐ戻ってくるのに。ああ心配だ。え、洞窟の場所ですか？そこです。え、壺心の掛け軸の裏が洞窟になっていたのです。ここからいつもの土を取ってきては壺作って開館。ほらかすかですが先生の声聞こえたでしょ。ここに入る前に注意したいことがあります。ここに入ると持ち物は全部なくなってしまうので、持ち物を預かり所に置いてからここに入ってください。あと試練さん、罠道という武道をご存知ですか？いいえ。試練さんは旅の途中よく罠にかかったりして悔しい思いしていませんか？しかし怪物ともはかからない、余計悔しいですよね。それを逆手に取ったのが罠道という護身術です。この洞窟に入ったら罠師の指輪というアイテムがなぜか持ち物に入っていると思います。これを身につければ自分は罠にかからなくなり、逆に怪物が罠にかかるようになるのです。これを利用するのがこの洞窟に潜るコツです。あんた何だってこんなことに詳しいんだ？実は貝原先生は罠道の師で師範でもありまして、この前も罠道一直線という本をお書きになったばかりでして、そんなわけで私たちも罠道の門下生なのです。では気をつけていってください。罠道か、何？壺は売ってるよね、だってね。あれ合成だな。三角は合成じゃないのか。いや、あんだけ満タンあるとさ、だから全部預けろってことでしょ。これなくなったら泣くよ。あっ！バカだー。それ邪魔なんだけど。これ入り口に置けない？ここに置けないかな？置ける。これで行こうか。ちょっと行ってみようか。なくなるんですよ、だってアイテム。掛け軸裏の洞窟。勝手に罠かかってよ。何？なんだこの盾。地雷なばりの盾って。いや、そんなんあったっけ？自分初めてだよね、これ、ひょうたん。え？マジか。経験値入んないよね、あれはね。なるほど。お。バトルカウンター、これいいね。やっちゃった。
やっちまったね。足んないね。やべえ、足んねの地雷なばりってやつがなくなったけど、まあ落っこってんでしょあんなの。あ、敵から見たらこんな感じなのね。面白いねここね。敵にとって有利なのもあるのか。おにぎり売っておにぎり手に入ったね。もうちょいだけやるね。今までの武器が強すぎたからね。自分はかかんないんだっけこれ。そうだ、敵じゃんこれ。この罠かかんね、相手だけかかるんだから。あとリタン投げればダメージ出るもんね。なんかちっちゃくねここ。え、待って、これしかねえの。お腹が減ってきた。もうちょい、何回まであるのか知らないけど。あいつなんで何もやってこなかったの？あ、そういうことだ。罠の巻物さ、これ読んでさ、罠かけまくれば。何やってんだか全然わからん。引き飛ばし。いや、罠かけるのはいいけどさ、倒せなかったら意味ないんですけどね。
だここ。当選流。当たりにくくなる。なんかボーナスステージみたいな感じじゃないかなこれ。階段とこまで行ったら終わろうか。やべ、爆発したらまずいね。あれはね、待て、アホなことやってる。あいつ強いやつじゃん。ちょっと待って、踊るポリゴンに倒される。回るポリゴンじゃないのか。ああ、よかった、アイテムなくなった。あ、じゃあ次回、あそこ行こうか。ね。まあいいや、ちょっと、まあ、やられてもいいやぐらいの勢いで入ったけど、まあ大丈夫ですね。なんかやっぱ、すごい強い状態でさ、やってたから、弱くなると感覚来るよね。これでいけんのかっていうのがあったからね。はい、ということで、今回こだわりたいと思います。まだ遊べますね。あそこでもなんかいけそうだよね。頑張ればね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。